洋画が大好きで構図、絵作りを見るために吹き替えで見ます。しかし最近の素人と下手タレントの吹き替えのせいで気持ちよく洋画が見られません。話題のタレント吹き替えで集客を望めそうというのはわかりますが、映画ファンから嫌がられ、その本人のファンも下手な仕事を見るのが気持ちいいことだなと思う。どうしたらこの文化をなくせますか？映画という文化は愚弄していると思います。どこの組織が原因なのでしょうか？広告代理店。原因が誰なのかっていうと、あなたです。吹き替えで誰も見なければ、字幕の、要は字幕版と吹き替え版があった時に、字幕版を必ず見るって人が多くなって、字幕の方が売り上げ高いよねっていうことになれば、別に吹き替え必要ないよねってなったりするんですよね。ただ、日本の人って割とその吹き替えで見る人が多いせいで、あ、吹き替えの方が必要なんだ。じゃあ、吹き替えを入れようと。で、吹き替えを入れるときに、ジャニーズ事務所の名前なんですけど、アイドルとかが吹き替えやってるっていうので、あれこれ売り上げ高いじゃん。これ声優さんっていうのがアイドルがやってる方が売れるんじゃね？みたいなことになるので、余計にそういう俳優というかアイドルだったりが当てがわれる確率が上がるんですよね。なので、下手なタレントが吹き替えしてんの良くないよって言いながら見てる人がいるせいでそれが成立してるんです。僕、基本的には吹き替えと字幕選ぶときは必ず字幕を選ぶようにしてます。他の言語でこういう表現どうやって言うんだろうっていうのが何回も聞いてるとなんとなく覚えるみたいなのがあったりするんですけど、インドネシア語でテレマカシーって言うとありがとうって意味とか、っていうのが字幕見てるとちょっとずつ知識が増えたりするんですよね。あと、冷めるんですよね、吹き替え。映画の中で歌を口ずさむシーンとかある時に、口ずさんでる歌をそのまま訳すことができないので、今まで日本語喋ってたやつが突然英語で歌い出したりとかするんですよ。歌の部分だけはちょっともう声優さんができないから、そこは元の本人の英語で歌ってる歌をそのまま使いますみたいになっちゃって、今まで日本語ベラベラ喋ってたやつが突然英語で歌い出すっていうので、現実に引き戻されちゃうんですよね。せっかくその世界観に入ってたのに。っていうのがあって、あと英語でわかるようなジョークっていうのを言った時に、それを無理やり日本語にしたジョークにしたせいで、どこがジョークかわからない、何が面白いかわからないみたいな、ポカーンとする状態になることがあって、そういうのもやっぱ冷めちゃうんですよね。映画って僕世界観に入り込んで、その世界の中の一員かのように見てるっていう、没頭してる状態が好きで僕映画とか漫画とか小説とかっていう、作り物の世界を見るんですけど、そこで現実に戻されちゃうと、せっかく作り物の世界に入り浸って楽しもうと思ってるのに、なんやそれっていう、マイナスのイメージのが強くなっちゃうんですよね。なので、せっかく楽しもうと思ってる時間とかお金っていうのが、損した時間っていう形になってしまうので、なので僕はなるべく字幕を選ぶようにしてます。女性声優の茅野愛さんが自身のラジオにて靖国神社に参拝したことを報告して、中国にて炎上し、現在該当会を削除しております。削除するんだ。靖国に行かれたのは政治的意図ではないそうで、私個人とは批判するつもりはないですが、ただそれとは別に炎上するのは推測できるのに、靖国神社という名称まで行ったのは33歳なのに頭の悪い人だなと思いました。ひろゆきさんの茅野さんのこの言動における見解をお聞きしたいです。でも別に中国市場なんてどうでもいいと思ってればいいんじゃないですか？日本の神社に参拝に来ましたっていうのは何か問題になるようなことではないと思うんですよね。僕、靖国神社に参拝に行ったことよく考えたら今まで一度もなかったわ。九段下の近くは通ったことあって、あれ入ったことないんだっけな。入り口ぐらいは行ったことあるから、例として僕も靖国神社行ったことありますよぐらいのことを今言おうと思ったんだけど、よく考えたら入ったことなかったです。すいません。僕は別に中国とそんなに熱心なビジネスをしてないので、靖国神社参拝しましたよって言っても何も起きないんですけど、ただ中国の人は嫌がるというのはある程度大人の社会常識としては理解できるので、なので中国と仕事してるんだったらそれやるべきではないよねっていうのなんですけど、でもそんな知ったこっちゃねえよっていう考えも全然ありだと思うので、本人の選択かなと思います。ただ、結局声優の一人がそれを言っちゃったせいで、アニメ自体が制限される可能性があるんですよね。声優本人の問題じゃなくて、そのアニメ自体が放映できなくなっちゃったりすると、全然関係ない同僚たちとかが、他の声優さんとかも仕事なくなっちゃうとか、それのアニメ作品を見たいと思ってるファン自体も見れなくなっちゃうとかっていうのもあったりするので、中国で仕事をしてるチームワークでやってる人は、あんまりそういうことしない方がいいかもしれないですけどね。それか、日本中の声優がそれやって、それぐらい普通だよねって構造に持ってVTuber が炎上騒動を起こしても数ヶ月過ぎたら何事もなかったのようになる現象についてどう思いますか？世の中炎上いっぱいあるのでみんな忘れるってことなんでそんなもんなんですよ。だからやったもん勝ちですよね。堀江さんは餃子や愚痴って燃えましたが、ひろゆきさんは久保田学をキックしても燃えるどころか笑いが起こりました。じじっと弁護士はひろゆきさんの方が悪いよねと笑っていました。僕もそう言います。僕の方が悪いと思います。なぜ堀江さんは燃えてひろゆきさんは燃えなかったと思いますか？多分、久保田学さんをかわいそうと思う人人がいなかったんですよね。餃子屋さんがかわいそうってみんな思ったと思うんですけど、横山なんとかさんがかわいそうって多分誰も思わなかったんだと思うんですよ。かわいそうだと誰も思わなければ、そこに被害者はいないんですよ。被害者がいないということは、僕は加害者ではないんですよ。なので、エンターテインメントの共同制作をした。で、むしろその一緒にやったんだから褒められるべきっていう、そういうことでいかがでしょうか。